ココノのムービーセレクション。こんにちは、ビデックスのモコです。今回はユーリ・ノルシュテインの霧の中のハリネズミという作品をご紹介します。前回ウマ娘の話をモームさんとリーチさんにしていただいたと思うんですけど、ウマつながりでなんか作品ないかなっていう安直な気持ちから、あ、そうなんです。作品はあのハリネズミが主人公なんですけど、はいはいはい、すっごい美しい白馬が出てくるんですよ。あ、さっきいただいたもやっと、あ、そうです。なんかビジュアルも色味もめっちゃ綺麗な幻想的な感じで、ね、そうです。そうです。絵本もあって、絵本だとなんか映像と違ってちょっと白っぽい感じになってます、ね、映像だともっとなんかちょっとダークな感じの世界観。そうなんだ、綺麗美しい。馬って美しいですよね。なんか綺麗に、なんか白馬なんだろうね、透明な感じします。はい、馬関連で作品を探してきて思い出したからこれをご紹介しようと思います。で、ユーリ・ノルシュテインっていうのは、ノルシュテイン言いづらいですねロシアのアニメーション作家の方で、主に短編の作品が多いです。で、もともとフィルムで作られた映像がデジタルリマスターデジタルリマスター版が出るってことで、一時なんかその界隈で話題になって、はいはいはい、多分 SNS とかで映画とかアニメって言ってもなんかチェコとかそういうなんか古いアニメーションが好きな方とかは多分その話題になってたのご存知かもしれないんですけど、なんかとにかくの調べていただきたいんですけど、本当に繊細で美しいタッチで、写真でもその色味とかの綺麗さが分かるんですけど、なんか YouTube とかでいいんで動画見ていただくと、なんか一つ一つのパーツを切り絵にして、それをこう動かしてコマ撮りみたいにしているような映像で、なんかなかなか他で使わない手法というか、一つ一つのなんか例えば粘土でやるとか切り絵でも、もっと大きな動きとかはあって、もう本当に見ていただくとめちゃくちゃ細かいんですよ。で、なんかその手書き の, あの描写したものをまた切ってつなげてとかだったりするんで、なんかどういう風に作られてるのか本当よくわからなくてで、なんかその元々がそのフィルムで作られてたりするんですけど、デジタルリマスターにされてすごい綺麗になってるんで、サイトで調べたりすると、結構ご年配の方とかはなんかあのぼんやりした曖昧な世界観が綺麗になりすぎてて、最初は違和感があったみたいなことを結構書いてらっしゃるので、なんかその元のを見てみたいなとは思うんですけど、なんか多分今出回ってるのは元のはほとんど出回ってないと思うんですけど、こんな感じですね。で、なんか見ていただくと分かるように色味はすごく独特で、その一つ一ついろんな質感で描かれたその素材を切ってつなげてしてるので、そのなんか質感、あ、かわいい、めっちゃかわいいですよね。かわいい、そうなんですよ、好きハリネズミの仕草とかもめちゃくちゃかわいくって、うん、なんかフクロウめっちゃ怖いんですけど、そのハリネズミがクマさんに会いに行くまで の, その道のりを描いている感じなんですけど、途中でいろんな動物とかに出会って、あーかわいいなんかこれクマさんもかわいいクマさんめっちゃかわいいですよね、見通しですけどね、でも子供だね、そうなんです、なんだろうね、この感じ、お財布とかさ、なんかそういうのにあって絶対買っちゃう的な感じ、いるんかいなんか絵で見るより、ここの
ラさんがグッズめっちゃ可愛い。いやでも確かにグッズ売ってくれたら私も買いたい。買っちゃうよね。あらこれは可愛いよ。ハリネズミがなんかハリネズミが 暗い森の中でなんかびっくりしてなんか荷物落っことしちゃったりするんですけど、はいはいはい、そことかめちゃくちゃ可愛くてなんか、うん、伝わると思う。見たら絶対わかる。この可愛いが。なんかその映像自体もなんかもやがかかったような感じで、なんか私も一人で部屋で暗くして見たんですけど、なんか自分の可愛い。これは何？なんか自分も夢の中に迷い込んだような気持ちになれるのはなかなかないな。クラフトにして見た方がちょっと世界観に入り込める。そうですね、世界観に入り込んだ方がよりでもちょっとツッコミどころは確かに多いかもしれないですけど、フクロウめっちゃ無視するやんみたいななっちゃうかもですけど、そんな感じですね。ドライアイとかも買いたいかもしれない。ああそうですね。でこのノルシュテインの今日ご紹介したの霧の中のハリネズミっていう作品なんですけど、なんか話の話っていうのとか短編で多分配信とかされてると一緒に何本か見れるんですけど、うん、話の話っていうのがめっちゃなんかこう怖いっていうか、子供の時見てたらトラウマになっただろうなっていう、はいはいはい、なんか可愛いだけじゃない毒っ気みたいなのが、うん、なんでなんですかね。ロシアとかチェコとかのアニメーションってこれもなんかこう見ると可愛いんですけど大きい画面で可愛くはないですか？だって目玉とかなんか赤ちゃんをあやすシーンがあって、これその時オオカミが赤ちゃんをあやす時めっちゃ怖いんですよ。私見てくるやんな。そうそう同じの見てた。なんかそのみんな柔らかさとあったかみがあるのになんか冷たさと怖さみたいなのが共存しててなんか難しい感情になるね。そうなんです、難しい感情になる。自分も大人になってから見たのでこうやってあすごいいいなっていう部分に気づけますけど、小さい頃に見てたら絶対にトラウマになってたと。そうだね、小さい頃に見てたらさっきのフクロウとこのオオカミさんはでちなみにあのアオサギとツルっていうのも短編の中に入っていて、これがめっちゃ面白いです。面白い。こういう男女いるよなみたいなこういう女と男いるよなみたいな感じなんで、うん、いやこれめっちゃ面白いですよ。アオサギとツルはなんかそのやっぱ恋愛すると政治がそこには発生するじゃないですか。どっちがどっちを先に好きになったかとか、なんかそれがめっちゃなんかアニメーションなのになんかわかるって感じで描かれててなんか素直になれよって思ってしまう。